い、こんにちは。こんにちは。英語の達人養成ジム、師範大深夜と、さやです。よろしくお願いします。さあ、今日もね、コーチさやではなく、さやと呼んでいるということは、今日は英語学習者としての視点でね、参加ということで。はい、そうです。はい。でね、以前の動画で、さやがですね、このハイブリッド型英語トレーニング動画セミナーの定期コース5ヶ月間終了しましたというね、動画を上げましたが、そのままの流れで瞬間英作文にトライしようという流れになりましたね。はい。ということで、今からですね、9ヶ月間の瞬間英作文の定期コースにトライしようということでね、はい、今日は記念すべき第一発目の初日ということでね、はい、うん、多分この動画を見ている方でもね、やっている方多いんじゃないでしょうか、瞬間英作文ね。そうですね、うん、なんでね、もし僕の定期コースを受けている方だったら、あ、懐かしいユニット1とかね、思われるかもしれませんし、まあ、せっかくなんでちょっといくつかのユニットをね、見せながら、ちょっと最初のね、いきなりテストというのをね、やってみたいと思います、はい、今のこのさやの英語力をテストするというね、やつです。はい、まあ、瞬間英作文トレーニングの動画セミナーを受けてくれてる方だったらおなじみの一番最初のいきなりテストってやつですね。僕の声ね、パソコン画面と僕の顔が出てきて、で、ここでね、最初に、テストをするというやつですね。はい。はい、まあ、ちなみにこれ最初できなくても全然 OK なんで、よかったら一緒にやってみてください。はい。ぜひ温かい目で見てもらえたらなと思います。そうですね。はい。じゃあですね、ちょっとさやと一緒にやっていきましょう。じゃあまずはですね、一番簡単なやつ。ですね、はい。ユニット1の1から行ってみたいと思います。はい。はい。はい、こんにちは。師範大深夜です。では早速今日のトレーニングに入っていきましょう。まずはいきなりテストからです。日本語を英語に変換してください。私はエンジニアです。I'm an engineer. 2, 3. アンカ？はい。答えは I'm an engineer. I'm an engineer. Next. あなたはツアーガイドですよね。You are a tour guide, right?You're a tour guide, right? You're a tour guide, right? Next. 彼は営業マンです。One. He's a salesman. はい、答えは。He's a sales rep. He's a sales rep. Next. 彼女は店員ではありません。One. She's not a clerk. Three. 答えは。She's not a store clerk. She's not a store clerk. Next. それはパソコンではありません。One.It's not a PC. It's not a computer. It's not a computer. Next. 彼らは警備員です。警備員。One, two, they are? Three. ちょっとわからない。They are security guards. They are security guards. 私たちはここの従業員ではありません。One, we are not two, three, ここの employee here? We are not employees here.We're not employees here. はい、以上です。はい、いかがだったでしょうか。結構間違えましたね。うん、でも結構良かったんじゃないかなと思いますけどね。あ、そうですか。うん、中学英語をしっかりやってるからね、文法をね。文系自体は、まあ大丈夫だったと思うんですけど、うん、結構細かいね、S を付け忘れたりとか、うん、あだとかあんだとかっていうとこ細かいところと、あとやっぱり知らない単語がこういくつかあったなということを思いました。うん、そうですね。うん、まあ、僕もわざとね、そう入れてるので、うん、なんか分かりそうで、なんか知ってそうで知らない単語みたいなのもね、ちょっとあえて盛り込んでるのでね。はい、うん、まあ今突っかかった場所は、まあ僕の意図通りという感じですかね。まあみんなこれ知らないでしょって感じで入れたんでね。はい、見事に引っかかりましたね。はいはい。じゃあですね、ちょっと文献難しめにしてみましょうか。はい。まあ、普通はこれ順番に進んでいくんですが、まあこれはちょっとね、さやの、まあデモンストレーションという形でね。はい。まあちなみにこれ一回も見てないんでね、さやはね。今初めてやりました。はい。で、これをですね、続けると、半年後にはですね、第1ステージが終わります。で、ちょうどその第1ステージの最後の、120ですね、ユニット120のテストをやってみたいと思います。はい、はい、じゃあいきますよ。私の友達の一人はアメリカ出身です。 One of my friend is from America. はい、答えは One of my friends is from the US. Friends is from US. 私の息子たちのうち一人は警察官です。 One of my son is police. One of my sons is a police officer. One of my sons is a police officer. 彼の娘たちのうち一人は起業家です。One of their daughter is 起業家なんだ。One of his daughters is a business owner. One of his daughter is a business owner. 私の同僚の一人は6人の子供がいます。One of my 同僚がわからないな。Is has six children. 答えは
One of my coworkers has six kids. Coworkers has six kids. 彼らのうち一人は銀行で働いています。One of them work なんとかバンク。One of them works at a bank. At a bank か。Next. これが私のお気に入りの中の一つです。One. Two. Three. あ、出てこない。This is. 答えは This is one of my favorites.This is one of my favorites. 彼女は私のチームメンバーの一人です。She is one of my team member. She is one of my team members. あ、S が忘れました。なぜそれを買ったのですか？理由の一つは、それは小さくて軽いからです。え？ One. Why did you buy? え、理由の一つは、This. はい、答えは。One of the reasons. Why did you buy it?Why one, of the one of the reasons is that it's small, that it's small and light. And light.、はい、以上です。という感じですね。はい。はい。まあ、これは一応、one of なんとかなんとか S ってやつになります。まあ、結構言えないでしょう。そうですね。でも、これだけ同じことをやられたら、あ、とりあえず one of の後 S なのねっていうことは今、うん、学習しました。そうですね。はい。はい。っていう感じですね。で、これが第一ステージの最後。はい。で、中ボスって感じですね。中ボスですね、はい。まあ一番最初のユニット1がスライムだとしたら、まあこれはドラクエ3で言ったらカンダタぐらいの強さです。で、最後ですね、一番強いやつ、ラスボス、ね、ゾーマ行ってみたいと思います。これはですね、ユニット173ですね。これが言えたらもう完璧ってやつです。はい。はい、ちなみにこれ絶対ボロボロになると思いますんで。うん。これ今ちょうど卒業した人たち、今、最初の頃はきっとこんなんだったんだよっていうことをね。うん、もうできるようになってから、ここの、最後の 173 ですね。173に到達しているので、うん、自分では、あまり気づかないかもしれないですけど、最初こんな感じだったんですっていうのをね、うん、自分の上達が見えるかなと思いますので、ちょっとそれを見てもらいたいなと思います。そうですね。はい、確かに、修了者の方がたまにね、五反田スクールの体験レッスンとか来てくれたりするんですけど、めちゃめちゃ爆速で言えてるんで、バーンとね。うん、それ聞くとね、ああ、嬉しいなと思いますね。ああ、練習してここまでね、やってくれたんだっていう、うん。きっとそれがね、もう当たり前になってると思うんですけど、本当は最初こうだったっていう9ヶ月前はと。そうですね。いう姿を見せたいと思います。はい。はい。ということでね。で、今これ、ちなみにですね、まあ最後のユニットなんですが、これわざと長くしてあります。実際の会話でここまで長く言うかって言ったら、そうではないかなっていうぐらい。でもギリギリ、ネイティブがギリギリ言うか言わないかぐらいのゾーンの長さにしてありますので、まあ日本語でもここまでね、一文を長く言わないかなとは思うんですが、これ練習だと思ってください。うん、ね。だって、この長さが言えたら、もうちょっと短いのは言えるってことですよね。うん、そう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 。なんでこれまあ、コーチトレーニングなんでね、高いところでやるコーチトレーニングなので、まあそのつもりで一回ね、聞いてください。はい、文が不自然かどうかとか、そういうことはね、考えずに。はい。じゃあ行きますよ。私は思いました。もし私に英語を話す彼女ができたら、私はもっともっと英語を勉強する気がアップして、もっと英語が流暢になるんじゃないか、と。One. I think if I have a girlfriend, if I have a girlfriend who speaks English, I study English more and more, and I thought that if I got an English-speaking girlfriend, I would be more and more motivated to study English and become more fluent in it. Next. 私はそのバーで毎週末外国人女性をデートに誘おうとしましたが、私は毎回失敗して気づきました。外国人の彼女をゲットするのは難しいことだと。英語で30分以上の会話を続けられない限りは。One, two.I go to the bar every weekend. 一個ずつしかできないな。誘おうとしました。To 誘う date なんだろうね。Foreign ladies, but I tried to ask out foreign girls at the bar every weekend, but I failed every time and found that it was difficult to get a foreign girlfriend unless you can keep the conversation for longer than 30 minutes in English. Next.私は英語の勉強を始めた後、私の先生が言ったこと、過去学習メニューを続けて、ついに自分の夢を叶えました。After I study English, I 叶える。3日、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 3
After I started studying English, I kept doing what my teacher told me to do and finally made my dream come true. Made my dream come true. Next. はい。ということでね。dream come true にすればよかった。ちょっとこれ長いので、ここで一回切ります。あ、そうですね、はい。大変すぎるんでね。はい。はい。いかがでしょうか。いやー、もう大変すぎて頭がぐるぐるになって、うん、果てしなくて多いなと思ったのと、あれ、最後に言えるようになるのっていうね。そうですね。感じでしたね。まあ、ちなみにちょっとね、もしかしたら鋭い方は気づかれたかもしれないんですが、今の例文、僕の体験談を英語にしたやつです。あ、そう、なんか夢中すぎて全然気づいてなかった。僕のブログとかで書いてるね、その外国人のバーに行って、女性を誘おうとしたけど、全然うまく英語で言えなかったみたいな体験談、ブログに書いてるんですけど、まあ、その体験談をそのまま英語にしてると。なるほど。で、今まで、瞬間移植文でこう学んできた型を、全部混ぜ込んでコンビネーションミックスにしてる感じです。ということは、うん、これを頑張ってると自分の体験談ももしかしたら言えるようになるかもしれないってことですね。そうです、そうです、そうです。なるほど。なんで僕が自分の体験談を英語で言うならこんな感じだよっていう例文みたいな感じなので、これはちょっとあなたの言い方に変えてもらったら体験談の中に。ね。それと、あ、こういうことが英語で言えるようなんだなって、なんかなんとなくね、この言い方みたいなのが、こう身につくかなと思ってね、やってみました。もう本当にテキストイングリッシュとはちょっと違う形で、まあよく瞬間移植文とかね、例文が不自然になりがちとかよく言われることが多いんですけども、今みたいにちゃんとこう組み合わせて、基本の英文を組み合わせていったら、今みたいな自然な感じにすることができますので、まあ今ぐらいだったらまだ言いそうじゃないですか。そんなにこう、むちゃくちゃな、あれじゃないですよね、文章としては。確かに不自然なぐらい長いかもしれませんが、意味としては普通に言うかなぐらいの感じだと思いますんで、一応ここを最終ゴールにするという感じです。ちなみに最後まで完走した方、これ前に言ってもらったことあって、僕、抜き打ちでテストしたら言えました。おー、すごいですね。そうです。なんでね、あー、すごいなーと思って、まあもちろん人によってね、ここまで極める必要ないなと思う人は別にやる必要はないんですが、まああくまでね、練習なんでね、まあある程度暗記のような部分になっちゃう部分はあると思うので、こんだけ長いとね、うん、なんですが、まあ、これが空で言えるぐらいになったら、自分で作る文章がすごく短かった場合は、相当速いスピードで言えるようになるので。はあ、とりあえず、まずはちょっと中ボス目指して頑張りますって。そうですね。中ボスぐらいでも、まあ、十分話す実感値が得られるんじゃないかなと思いますね。ということでね、これからさやがね、今日初日から始めていきたいなと思いますんでね。はい。ユニット1。うん。もしよかったらこのタイミングで始める方、一緒に頑張りましょう。ね。今日を始めたら同じタイミングでスタートできますもんね。ね。うん。で、今見て、もしね、この動画セミナー興味あるなと思ったら、まずはですね、体験版の14日間セミナーというのをね、作ってますので、そちらから受けてみてください。この動画の下の概要欄のところにね、リンクが貼ってありますので、チェックしてみてください。はい、ということでね、今回はね、さやが瞬間移植文トレーニング今日から始めますというね、宣言をする動画でした。はい。はい。で、これからまた定期的にね、まあ、第一ステージが終わったところとか、うん、なんかその、区切りで、はい。また、成果発表をね、していただきたいと思います。うん、で、最終的には9ヶ月後にどのぐらい言えるようになったのかっていうのをね、また動画で披露していただきたいと思いますんで、これ今初回だから、これ今めちゃくちゃボロボロだったじゃないですか。はい。で、9ヶ月後に今ぐらいの長さが素早く言えるかどうかっていうのも含めて見ていきたいと思いますね。はい、頑張ります。はい、では、楽しみにしていきたいと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。Thank you for watching! See you later! スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。